はい、どうも、カーディストリー道場のしっちーです。このチャンネルではカーディストリーっていうですね、まあ、トランプを使ったジャグリング的なね、ものがあるんですけれども、まあ、そちらの方をですね、まあ、解説したりね、させてもらってますっていうね、話で、今回はデック自慢、久しぶりのコーナーなんですけど、デック自慢ということでね、新しくね、買ったデックでね、ちょっとまあ紹介してみようかなみたいな、自慢しようかなみたいなね、感じのコーナーです。今回はですね、これ去年買ったやつね、これゴブリン、緑、ジェミニ、デックジェミニプレインカーズから出てるゴブリンっていうデックなんですけど、これがね、エストニアなんですね。 USB-C ですけどね、この裏下の方に書いてますけど USB-C のカードでございます。こちらのカード、まあ、これジェミニのカード他にも持ってるんですけど、スーパーフライとか何個か持ってるんですけれども、まあそれらのカードって結構なんか硬めだったりねするんですよね。まあそれはそれでね、まあいいデックだと思うんですけど、このゴブリンはなんかやけに柔らかいんですよね。柔らかい、なんだろう、他で言ったらジェリーズナゲット、2019年の復刻出たやつとかと同じようなね、紙質なんで、おそらく、なんだ、クラッシュドストックの、プレミアムかな、プレミアムクラッシュドストックってやつがおそらく使われてるんじゃないかなって思うのが、すっげえ柔らかくて使いやすいんですよね。こんな感じね、サラサラサラッドリブルとかもね、やりやすいわけでございます。で、それの今回は金色が出たんじゃい、ドーンっていうことですね。こちらの方ですね、もう、まあ、開封はしたんだけども、まあ、どんな、ね、使い心地かちょっとね、レビューしたいなと思います。箱に関してはデザインが、まあ、パッと見あれこれ違う、なんかデザイン変わったんじゃないかなって思うぐらい印象が違うんですけれども、おそらく、まあ、このカラーリングが変わってってるだけなのかなというふうに思います。まあ、緑の部分が黒になって、黒の部分がこのゴールドになってるっていう感じかな。メタリックですね。まあ、この箱に関しては、特別なんかメタリックインクとかではないと思いますが、これ中開けると、あ、これシールね、ここ、まあ、これ破く話すけど、ペタってね、やる気ます。このシールもね、今回違うんですよ。ペペペペって思いつきで喋るんだけども、シールはね、こんな感じですと、シールね、こちら、このね、なんか、フェイスに使われてる色がね、この紫と白なんですけど、今回は白かな、ちょっと見てみますか。まだね、俺詳しく見てないです。はい、ドーンということでですね、こちらになります。金色、でーん、これが緑、でーん、新旧比べてみましょうということなんですけど、緑のところが金になったんじゃなくて、黒のところが金になったんですよね。っていう感じですね。この不思議なデザインですよね。この緑のデック初めて見たとき、まずね、この、まあ、よくあるやつだと、このね、周りの縁、ボーダーって言いますか、ボーダーがね、白い、こう、あの線がね、枠みたいな感じになってるのが、まあ、一般的なねトランプ多いかなとは思うんですけれども、まあ、ボーダーがなしで、このデザイン、なんですよね。でこれ地味に天地があるんですっていうね話、この緑の時からなんですけど、これ今開けたばっかりで何も順番変えてないんでちょっと見てみたいと思うんですけど、ここのね横をちょっとねずらすと、こんなふうにね綺麗にこうこのボーダーがない部分が、綺麗にねつながってってくるんですよね。そう、綺麗にこうね、連なってくるわけでございます。これはね何もいじってないんで向きが揃った状態ってことですね。そう、これがねガタガタになるんですよ。こっち緑の方見てもらうと分かるんですけど、そう、ほらなんかバーコードみたいになってね、このガタガタなんです。これ一応ね天地があって、このガタになってるところを反対にすると綺麗にこっちみたいにね、揃うっていう感じでございます。まあ、ちょっとね、ファンがね、やっぱ綺麗なんですよ、これ。ファンって。ゴージャスだよね、これね。前の、こっちの緑の時は、気持ち悪いっていうね、感じなんですよね。上気持ち悪いっていう。グロさの中に、この、あるクールさみたいなね、感じ。
この配色もそうなのかな、緑とこの紫がね入ってるんですけど、紫、あ、これ3色か、白入ってないのかこれ、あ、白あるね、白ありますね、この時はね、こう紫がね、こう緑に寄り添うことによってこの組み合わせが多分ね、気持ち悪いんだと思うんですよ。そう、このグロテスクでかっこいいっていうね、感じの色、配色になってるんですけど、対して今回のゴールドについては、じゃん、この金色の部分に寄り添ってくるのが白なんですね。はい、あ、そう、フェイスがね、黒っていうのはまあ変わんないよと。フェイスは黒で、ここの、なんだろう、飾りの装飾カラーが白と金色になったっていう感じですね。まあ、なんだろう、そのままこのバックの色とフェイスの色が対応して変わったっていうわけじゃなくて、まあ、そういった変更点はあるかなっていう感じなんですね。なんで結果使われてる色が減ってますよね、多分これ減ってると思うんですよ。こっちの、こっちは緑、緑黒紫白なんですけど、こっちは、ゴールド黒白、あ、だからかな、だから結構クールに見えるのかな。あ、これかっこよくない、かっこよくない、これかっこいいですね。これでね、ジョーカーかな、あ、ジョーカーじゃねえ、ここカードか、これがジョーカー的な感じかな、これがゴブリンなのかな、ゴブリンなのかな。あ、じゃあスペードウェイさんね、こんな感じです。このゴブリン模様がね、見えてるっていう感じね、レイヤーになってて、このですね、バックデザインがね、縮小されたものがこうはめ込まれてるというか透けて見えるみたいなね感じになってます。絵札はこんな感じです。だからクールに見えるんだね。この前のやつはこう青じゃねえや、紫がね入ってきてるんで結構どぎつい感じだね、サイケな感じに見えるんですけど、今回このサイケ感っていうのはないですね、意外にも。そう、ゴブリンといえばサイケっていうね感じのイメージはあったんですけども、3色にねまとめ上げることによって同じデザインなんですけれども全く違った印象になっているっていう感じのデックになってます。うん、使い心地も、あ、これは、USB-C だよね。あの USB-C だと思う。これ多分柔らかさとかは、あ、でもこっちの方があれかもしんねえ。まだ開けたばっかりだからかもしれないけど、なんか普通のクラッシュドストックみたいな感じがしますね。プレミアム感はないかなみたいな。音もね、なんかそんな感じですよね。パラッ、ちょっと硬さがあるみたいな。これと同じようにスクリーンすると、ちょっと静かな感じしますよね。わざと静かにやってるとかじゃなくて、同じようにやってるんですけど、こっちのね、張りが強めな感じがします。質は、これと、あの、去年のゴブリンと、今年のゴールドは、若干違いますね。うん、まあ、同じ USB-C なんですけども、違う。ちょっと硬いな。まあ、クラッシュドストックかな感じはしますね。うん、まあ、でも全然普通に、それではいい質の、すごい質はね、まあ、でもいいですね。柔らかいのがあんまり好きじゃないよっていう方でも気持ちよく触れるんじゃないかなというふうに思いますね。このね、アナコンダもやりやすいんだみたいなね話で、38になるってことですね。親父ギャグの方本格的に、ね、始めていきたいと思ってます。アナコンダね、なかなかゴブリンを見ると、ゴブリンデックを見るとアナコンダがねついついやりたくなっちゃうんです。ボーダーがないんでなんか面白いんじゃない。もう一声伸ばしたいんだけど、もうここが今の頃限界、線ぐらいが限界です俺の。うん、もっと伸ばしたい。コツを知ってる方いたらね、ぜひ教えていただきたいなと思います。はい、ということでね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。ということで、今回は
ります。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。 See you again. Take a bye.